ジャバザハット。ジャバザハットは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズの登場人物で、本名をジャバデシリジクィュレ、ジョバディチロジックチュレという、ナメクジのような姿で描かれている。ロジャー・イーバートは、引き返ると、チェシャネコを合わせた姿と述べている。惑星、タトゥインに本拠を置き、ありと、あらゆる犯罪に手を染めている。犯罪組織、ハットカルテルの首領。 ジャバは強大な組織を運営するために、大勢の犯罪者、賞金稼ぎ、密輸業者、暗殺者を雇っており、ハンソロもその一人だった。彼はユーモアを持ち、食欲旺盛でギャンブル、女の奴隷、拷問を好んでいた。ジョージ・ルーカスは、ジャバは将来的にスター・ウォーズシリーズで潜在的な役割が与えられるはずだったと述べている。また、 オビワンケノービとともにスピンオフ映画の主役候補に挙げられている。ジャバのイメージはアメリカの大衆文化に大きな影響を与え、彼の名前は肥満や腐敗の象徴としてフィクション作品や政治風刺にたびたび用いられている。構想の末にタトゥイーンの裏社会を牛耳る存在にまでの仕上がったと言われる。銀河帝国や反乱同盟軍、さらには かつての銀河共和国とは一定の距離を置いており、奴隷や麻薬の売買、詐欺、殺人など様々な犯罪的行為で稼いだ資金、合法的なポッドレースの工業も含むによって、タトゥイーに宮殿を持っている。ロッタという息子を溺愛しており、親としての感情に言及されると態度を軟化させる。クローン大戦末期には、ダースモールの要請を受け彼の配下に収まったが、その後は、 帝国時代まで彼の動向は謎に包まれている。密輸業者であるハン・ソロとは古くから取引があるが、ソロはヤビンの戦いの直前に密輸品のスパイスを輸送中に帝国軍の船に発見されてしまい、やむなく密輸品を投棄してしまった。これによりソロはジャバに対して多額の借金を背負い込むことになったが、ソロは反乱同盟軍に加わりジャバに 借金の返済をしている暇がなくなった。そのため、ジャバはソロの首に懸賞金をかけ、結果ソロは賞金稼ぎに必要に追われ、ホスの戦いの直後にカーボン冷凍されることとなった。しかし、その一方でジャバはソロの能力や存在価値を高く評価しており、それはソロのカーボン冷凍後も続いていた。ジェダイの期間において、反ソロの救出のために、 賞金稼ぎに奮したレイアオーガーナを捉え、首輪と鎖で拘束し奴隷とした。同じく、彼女によりカーボン凍結から解除されたソロも再び、捉えるが、ソロは借金の返済の遅れに対し必死に、弁明するが、ジャバにとってはもはや用済みで取引には応じず、万差の餌食にするために牢獄に閉じ込める。その後、宮殿に侵入を許してしまったルークに、 ソロとレイアの解放を要求されるが、そんな彼を葬るべくランコアの英食機にしようと、試みるが、逆にルークがランコアを倒してしまったため失敗に終わり、今度はソロと中爆下ともどもさるラックの英食機として、改めて処刑を宣告する。しかし、ルークたちとの激闘の際、レイアを拘束していた鎖で、彼女に締め殺された。年齢は六百歳であった。彼の死後は、 まとめ争いが激化し、内部構想のため組織は瓦解したという。ヒヒューマノイド人種ハットに属する、カエルのような上半身に太りすぎた蛇、または、ナメクジのような下半身という姿の巨漢。その性格は強欲にして、冷酷、大胆にして野蛮ではあるが、自分に利益をもたらす相手には、比較的寛大である。銀河系の公用語であるベーシックを理解できるが、自尊心から、 必要以外の状況では用いず、母性なるハッタの言語である、ハット語でしか話さない。両生類のような生物が大好物。ジャバの属する種族ハットは、元来時代の暗示に対する抵抗力が非常に強いため、ホースを用いた心理操作はジャバには通用しない。ジャバはよく深く、食欲旺盛な性格をしている。スターウォーズの世界で、彼は敵対者を拷問して、 屈辱を与えることに喜びを感じる、卑劣なギャングスターとして知られており、あらゆる種族の女性を奴隷として宮殿に住まわせている。宮殿はジャバによる恐怖が支配するため安全は保障されておらず、ジェダイの期間では、奴隷のダンサーオーラが彼の激鈴に触れ、ラガの餌食となった。ロジャー・イーバートは、ジャバの外見を、引き返ると、チェシャネコの融合と述べ、別れを、 最も嫌われるエイリアン賞に選んでいる。は、ハットのラード状の体は、定期的に悪臭を、空気中に放出していると述べている。一部の作家は、ジャバは、悪ことのない食欲から、部下を食べようと脅していると指摘している。映画視野によると、ジャバの最後は、ジェダイの機関の脚本を担当したローレンス・カスダンの発案であり、ルーカスもジャバは、 レイヤーの鎖で考察されるべきと判断した。ルーカスは、ゴッドファーザーでが演じるルカ・ブラージの殺害シーンに影響を受けている。新たなる希望の初期設定では、ジャバは長い触角と見にくくて大きな口を持つ、ナメクジのような生き物となっていた。一方で、ルーカスは、ジャバの初期案は、毛皮に覆われたウーキーに、金デザインだったとインタビューで述べており、新たなる 希望撮影時は北たアイルランドの俳優が茶色い毛皮の衣装を着たジャバを演じている。当初の予定ではマルホランドが演じた後、ポストプロダクションで彼の部分をストップモーションアニメーションで動かすクリーチャーと差し替え、帝国の逆襲終盤でソロがカーボン冷凍されることを説明するシーンとなるはずだった。しかし、制作費や技術的、時間的制約のため、 最終的にルーカスはジャバの登場を断念している。1997年の特別編公開の際、ルーカスは改めてジャバを CG で差し替え、ベンバートが考案した架空の言語、ハット語でソロと会話するシーンを復活させた。特殊効果を担当したジョー・レッテリーによると、このシーンは1年以上かけて撮影された後ショットから構成されている。ジャバのデザインは、 CGI 技術の向上に伴い変化し、2004年の DVD 化の際には、ファントムメナス登場時に近い CG に変更されている。ジャバとソロが歩きながら会話する。このシーンでソロがジャバの尻尾を踏みつけて乗り越え、ジャバが声を出して驚く演出がある。オリジナルフィルムでは、マルホランドが演じるジャバの背後にソロが回りながら会話するが、 決定デザイン版のジャバには大きな尻尾があった関係でこのような演出となった。ジェダイの期間ではインダストリアルライトマジックが制作し常に座ったままの巨大なナメクジのような姿で登場した。デザインコンサルサントを担当したは私のスケッチではジャバは機敏で巨大なルイ・ジンザルのようなキャラクターだった。しかしデザインは別の方向に向かい ジャバはより虫のような姿になったと述べている。1985年のドキュメンタリー番組によると、ルーカスは、マッカリーの第一の案は、あまりにも、風満中的要素が多い人間のように、え、第二の案は、カタツムジのように見えたため採用を拒否したという。彼は、最終的に二つの案を統合したデザインに同意し、さらにが描いた、ビバンダムからインスピレーションを得て、 ジャバのデザインを作り出した。同作のコスチュームデザイナーを務めたニロロディスイコール、ジャメロは最初に注文を受けた時、私が思い描いたビジョンはオーソン・ウェルズでした。私はジャバを非常に洗練された男と見ていました。大部分の悪役は私たちが好む利口な人々です。しかし、フィルティペットは不思議の国のアリスのキャラクターのようななめくじを命じ、し続けていました。 彼が煙を吐く、ナメクジのようなクリーチャーをデザインしたとき、私は忘れ去られなければならないと思い続けましたが、最終的にそれがデザインになりましたと述べいる。ジャバの設計は、ティッペットが担当し、複数の動物の組織を参考に作られた。ジャバの身体構造は、関係動物、頭部は、蛇、湿った皮膚は、両生類を参考に作られ、このデザインは、以降のシリーズで、 ハット族の原型となった。ジェダイの期間では50万ドルの費用と3ヶ月の期間をかけて約1トンのパペットを制作し、パペット専用のメイクアップアーティストが付けられた。パペットは3人で動かし、それまで作られた中で最大のパペットの一つとなった。設計はスチュアート・フリーボーンが担当し、ジョン・コッピンジャーが粘土彫刻を担当した。パペット操作は、 ジム・ヘイソンのパペットグループのメンバーである、デビッド・アラン・バークレーが担当している。操作はバークレーが、右腕と口の動き、フィルポットが、左腕と、頭部、エドーモンズが尻尾を担当し、トニー・コックスが3人の補助を行い、目の動きと表情はラジコンで操作している。ジャバのセリフは、声優ラリーワードが担当し、彼の音高1オクターブ下げ、 低周波発生装置で音声処理を行い、Java の重低音のセリフを表現している。ジェダイの期間公開後、Java はアメリカ大衆文化において人気キャラクターとなり、1983年から2004年にかけてハズブロからフィギュアが発売されていた。1990年代には Java を主人公にしたコミックシリーズジョバ・ザ・ハット。 ザート・オブ・ザ・ディールが発売された。国立航空宇宙博物館には、1999年まであった、スター・ウォーズ・ザ・マジック・オブ・ミスというブースで、ジャバの模型が展示されており、ディスプレイは、ザ・ヒーロー・エス・リターンと呼ばれていた。ジャバのキャラクターは、マスメディアによって、ヒマンの象徴として利用された。は、過食を取り扱った著作、アンダザ・ューベイの中で、やがて、 ジャバザハットのようになる瞬間がきっと記述している。ジャバの名前は、部別語としても利用されている。ジャバザハットのように見えるという言葉は、それを向けられた相手が、太っている、または、外見が醜いという意味で用いられる。また、ビジネスの世界では、貪欲無秩序を象徴する言葉として用いられている。公立学校の非公立な官僚主義的運用を、批判する際に、 その肥大した、組織の不要な部分はすべての学区で Java the h t のようになっていると述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。